はい、おはようございます。本日はですね、今から買い物に行きたいなと思います。で、買い物する先はですね、以前も来たことあるんですけども、大阪のね、南港にあるセレクトショップのお店にお邪魔したいなと思います。レアトレアさんっていうとこなんですけど、そこにお邪魔するんですが、ちょっと待って、こっからは俺まだ嫁にも言ってない話だし、うん、店員さんにも言ってないんだけど、うん、一応撮影することだけは伝えてんねん。うん、で今日の企画って実は、うん、買い物行きますねで終わってんねんけど、うん、裏企画があって、うん、それがメインやねんけど、うん、何かっていうと、うん、店員さんのおすすめ全部買ってみたらどうなるんかっていうのがメインの企画やねん、うん、だから下手したら俺破産するかもしれんねんかそうだね。で今までは俺の趣味思考とかで買ってたけど、うん、じゃなくて店員さんが見て卓蔵はこれが似合うと思うよっていうのを買っていくねんけど、あくまで店員さんにはバレんように、うん、おすすめされたものをふしれとかっていくっていう流れ、うん、でも、うん、それは俺もさ一般ピーポーやからさ、うん、そんなえげつい額は払われへんから、うん、もうそれ以上になったらもう勘弁してくださいっつってもう無理ですわって言うけど、うん、あまりにも上がっていったらさ、うん、わしらもうほんま燃やし生活にたどっちゃうからさ、うん、そこはちょっと嫁としても気をつけて、うん、あの言ってもらった方が嬉しいかなと思いますのでよろしくお願いします、ね、はい、まずは、うん、一旦ちょっと中身見てみたいなと思います。はい、はい、じゃあ行きましょう。行きましょう。ちょっとやっぱ前と変わってるよな。確かに。お邪魔します。前出てもらった翼くんですお願いします。可愛らしい。あ、バギーズですね。いっぱいあるね、うん、バギーズがずらっとあってんで、こっちがちょっとミリタリーみたいな感じなのかな。グラミッシュとかもあるしみたいな、うん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 、でも前と変わってるよなちょっと。うん、変わって前冬だったしね。ああそうか。あ、こっちにブーツとか着てる。あの前の半分版のやつや。ほんとなんかだいぶ変わってるね。うん、でここにノースフェイスのロンティーとかがずらーっと並んでて、うん、パーカーも並んでるね。へえ。でジャケットもある。へえへえ。オレンジもある。オレンジ色も。あ、ここはほんでカットソーなんや。 T シャツとかうーんロンティーとかな。なんかもうパタゴニア全部揃ってそうやなこの感じ見る限り。うんうん、ここパタゴニア全部やな。かわいいねパタゴニア。うん、夏って感じだなやっぱ。で、うん、上にミステリーランチのバッグがあるやろ。へえ。ああミステリーランチね。この辺もカットソーとかがあると、うん、でカナダグースが1着あるのがあれは売ってるやつなのかな販売中。あ、販売中ラスト1着だけあんだけあったのに確かに、うん、でこの辺にパンツが置いてると。でシャツもこの辺にあるというのが大体の一通りですね、うん、はい、ではいきますかじゃあちょっとあの伺いたいんですけど、はい、僕に合いそうなをちょっと卓造多分これに合うと思うでみたいなあったら。あ、なるほどですね。そうですね、はい、もう何のあれもなしでいきなり言ってるからどういうあれが来るかそうですね、僕個人的に動画とか見させてもらってて、はいはいはい、若干その気になるであろうっていうものをちょっとご用意させていただいてて、はい、さすがやな。この辺りのキラックとかかなり好きなんじゃないかなと思って。ソフトシェルみたいな感じな、ね、そうですね、ほとんどソフトシェルと同じような感じになりますね。本当にレインウェアみたいに軽く着ていただいてもいいしっていうような感じですとか、あとは、うん、実際に軍とかで使われている素材を使用してて。へー、そうなんです。これはメーカーも同じなんですかね。あ、同じやのさっきのやつと。キラックっていうメーカーで一応チェコで生産してるブランドになるんですけど、アウトドア系って感じですもんね。アウトドア系という感じです。ちなみにどっちの方がおすすめですか。僕やったら個人的にはこちらの方が、着られてるかなっていう感じがしますね。それ一回着てみてもいいですか。はい、もちろんです。あ、すみません、ありがとうございます。これでサイズなんぼですか。これで L サイズになります。あ、L、 あ、確かに海外規格って感じやな。そうなんです、ね、へー。あ、でもいけるっちゃいけるか、サイズ的には。チェコのやつなんや、そんなん知らんな。へー、翼くんが言うんやったら間違いないでしょうということでこれをお願いします。あ、すみません、はい、ありがとうございます。じゃあなんかまだもし他におすすめあったらぜひ。おすすめですね、はい、それをあのこの後何回もつついていく感じになるんで覚悟しておいてください。普段のその動画の中で。あ、そうですそうですそうですとかでこう紹介したいしたらなんかこれいいんちゃうみたいな感じのが。あ、リアルに再生回数的なところとかも。あ、全然全然全然考慮してもらってもいいし考慮せんくてもいいし。あ、なるほどなるほど。これ攻めたやつやなでもいいし。ただもし再生数伸びんかったら翼くんも僕はちょっと恨んでるだけであって
やばい、これ翼くんので上がらんかったなって思うけど、めちゃめちゃ怖い、めっちゃ嫌な男やめっちゃ怖いな、それはいきなりそんな何の打ち合わせもなく言われてるからな、大変やと思う、かわいそうやで、かなりしやすい、今着てるやつですか、今、はい、今着てるのがベストタイプになってて、こっちにあるやつ、そうですそうです、ね、こちらのあそこに真ん中ベストタイプになってまして、ちなみに僕やったらなんかどれが合いそうとか何かありますか、はい、長い方がいいとか短い方がいいとか、このベストに、はい、で前回紹介させてもらったキャプテンサンシャインのロングスリーブになるんですけれども、これがラインが綺麗に出ると綺麗についてるので、これもセットですやん、こうなったらもう立ってきたでもおじいちゃんなりそうそうやん、これ見てる感じはめっちゃかっこいいねんけど、うん、あとは俺が似合うかっていう問題やけどな、うん、やけど合わせとしてはほんまにその通りやんな、まあ確かに、いや絶対おじいちゃんなるな、あ、じゃあもうそれちょっとサイズだけいいですか、はい、用意してもらってもすいません、はい、かしこまりました、黄色もあるし、黄色もあるし、まあ、ネイビーも今翼くん着てんの、これも僕は、これもそうなんですけど、一応何年か前の、そうですね、何年か前のモデルになってます、一応着ていくとこういう感じになるよっていうので、これ黒ですか、これもともと黒でした、へえ、グレーっぽくなってる、うん、そうなんですよ、かっこいいな、うん、そこもまた面白い、そう言われたら黒が欲しくなってくる前も着てたよね、あやつ、これ黒で買って、このベスト買ったらもう完全に翼モデルやん、確かにあ、水色で、あ、かわいい、あとは、まあ、サンドベージュ、ちょっとピンクっぽい感じなんか、そうです、そうです、サーモンピンクまであるんですけど、今着てはるのは38ぐらいですか、いや、S サイズの36のサイズになります、あ、36着てんねや、なんかそれ短すぎない、これででも L やね、 XL やったら XL は結構でかいですよね、ダボダボなっちゃうか、だいぶおじいちゃん、で、あんま着たけどどっちにしても変わらんのちゃうかな、うんうんうん、ね、だったら40の方で一度試してみられたら、まあ、翼さんがそう言うんやったら40ですね、ちなみにこの黒は嫁蔵さん的にはどうですか、黒はこうやって変化していくの見たらかっこよく見えるし、確かに、でもさ、それは白のラインだからなんかいいんじゃない、あ、確かにそうかもな、肘のとこやな、うん、それ目立たないじゃん、黄色の方がいいですかね、そうですね、では黄色の40がいいですよね、そうですね、41とそれにします、はい、それにベストが合わせるのが一番いいと、そうですね、ベストの合わせはかなり光りますね、じゃあちょっと嫁像チェック入れてもらってもいいですかこのぐらいにですよ、また学芸会かななんでこれ合うんやろうな、おじいちゃんのちゃんちゃんこみたいになっちゃってるもん、ね、学芸会の衣装ですね、これサイズは L なんですかね、これサイズ L サイズです、ね、確かにサイズはジャストやな、サイズはジャストやけど、あとは似合うかどうかという問題があるけど、柄物と合わせていただくと若干危険にはなってしまう、うんうんうん、まさに今やってる感じですもんねあ、すみません、ありがとうございます、おあとはこの辺り、キャプテンサンシャインのこの間 の, あの動画のコメント欄にあのちょっと見たんですけど、はい、そうですそうですそうですっていうコメントがついてて、僕の口癖これやったんやっていうのに、全然気づいてないわね、気づいてない、え、でも多分みんなあるっちゃあるよな、何が口癖、口癖あるよ、俺ちなみにって言っちゃうね、あ自分で編集しててもな、あ、ちなみにばっかりやなと思って変わった日本語使うもんね、何いろいろ、なんかおじいちゃんみたいになっちゃった感じがこの次にあのノースフェイスのやつ1点とパタゴニアの1点おすすめ方お願いします、かしこまりました、はい、ちょっと準備を段取りほんまに何の打ち合わせもなく普通にそのまま無茶振りしてるから確かにひどいよ、 そこに答えてくれてるし、ほんで、まあ、それがほんまにプロの店員さんなんでしょうね、うん、偉そうに俺言ってる場合じゃないけど本当だよ、嫌な客、うん、嫌な客やで、いやいや、すいません、ありがとうございます、あ、サイズはでもこっちの方がいいかもしれない、どう、なんかそんなもん、うん、サイズは全然こんなもんよ、あ、そう、あ、で、大きいんやな、やっぱり、うん、なんか大きく見える、これおすすめですか、おすすめではあるんですけれども、僕着てる感じだとどうですか、いや、卓造さんあんまりイメージないですね、あ、正直、うん、じゃあ、山田さん多分いいかもしれんかな、そうだね、うん、まあ、そういうのも素直に言ってくれると、うん、なるほど、わかりました、じゃあちょっとせっかく着させてもらったんですけど、すいません、いえ、とんでもないです、似合わんかったりしたらちょっとイメージ違うかもしれません確かに、別に押そうと思ったら押せるけどな、うん、無理に押し付けないね、そういうの結構嫌な人多分多いんですよね、うん、
もうその腰つけるのああそうですそうですそうですもういけるっしょみたいな感じのあそうです、ね、なんかちゃんと言ってくれた方がほんまにいけるときはいけるって言ったら言ってくれた方がいいし、うんうん、微妙なときはちょっと微妙かなみたいな、うんうんうん、こうやって外にいて頭冷やしてねうんいいじゃんいいじゃんあ見てパタゴ下はパタゴニア上はノースほんまやねかわいいねかわいいね坊主ちゃんいやおすすめさいろいろ聞いたけど、うん、危なかったよねいろいろとちゃんと違うって言ってくれたからあれでそうって言ったらもう丸ごといかなきゃいけないんだからヒヤヒヤしてたよ俺見て見てん茶色とかあるあこれだってロングやんそっかうんロングも買わなあかんなまずはパタゴニアからそうですねどれがいいですかねそうですね、まあ、個人的なおすすめとしましてはかわいい欲しいこれ何ですか生き物なんやそうですね、獅子神様みたいな獅子神様なんやあとは白熊かわいい、残りは狼くんですねあ、違うんやそうです、あの一つ一つその色によって柄も違ってくるのでへー、なるほどちなみに僕やったらどれがいいですかね色とかも含め黒がいいと思います、ね、あ、黒がかわいいかわいいですよねほなじゃあこれでお願いしますで、あとはノースレースで何かおすすめあったら紹介されてましたそうですね、みんなやつ持ってるんですよねだから結構ジャケット系もしかしたらあるかもしれないそうですよねマウンテンレインもあるしそうですよ、ね、でクライムもあるしそうですよ、ね、マウンテンライトもあるしこの辺りとかいかがですかなるほどこれはでも妻さんが言うとまた違うかもしれないもしかしたらこの前見たやつかいえいえ、なんもないです、なんもないですこちらからどうぞえ、どっか見て撮られてていやいやいや、夢ちゃう空耳だね、きっと、うんうん、寝てた夢ちゃう私、昨日お酒飲んだから二日酔いかもしれないまだ寝てたかもしれないこれ今パッて見てる段階で黒、はい、ニュートープ、ネイビー、ホワイトってある4色ですね4色ですね4色やったらどれがいいですか僕ニュートークやったらそんな翼くん持ってるとちょっと違うものに見えてきたりもすんねんなあ手に持ってるとねそう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 でタックが持つとねなんか違うんだよ ね, そうやね一気にどうおしゃれ感がなくなるよねよく着る人によるとかって言うけどまさにそうや、うん、確かにいけそうやな色味的にも、うん、すいませんじゃあ L のニュートークにします L のニュートークで、はい、それで押し込まりました、はい、あ全然全然なんで笑ってんのこの間オレンジで見たときにどうやってやんやろうなって言ってたやつやろなんで笑ってたのずっとなんかおっさんくさめっちゃおっさんくさと思って似合ってたよ私これいいなと思ったんだけど白うんめっちゃ可愛いんだけど白でもこれ翼くんがいいって言わなっていうルールやからしかも XS 私じゃんちょっと当ててみてよあ、じゃあちょっとこれ渡しますねはいありがとうございます私にぴったしじゃん鏡そちらありますのでよければあごめんちょっともう一のサイズ大きくてもいいかなでも今それしかもうないんですよ人気やからあそうなんですねそうどうやったのサイズは XS いやいけると思うよちょっと見てよセルフ背中やるよぴったしやないほらその背中このシャツとうおどう今年モデルですやんいいっしょこれ、うん、可愛くないですかいかがですかこれ可愛くないですかじゃあだってこの服でもうほら合うじゃん合うよかわいいこれで待ってよどう思いますかってあすいません女性の方も着ていただきますねほらへこれはおすすめですかねおすすめですですってもちろんペアルックで言わせたなほんなんじゃあそれもいやありがとうございますすいませんじゃあ これもお願いしますかしこまりましたお預かりしますじゃあちょっとそれでお願いしますはい何点買ってるっけ分かんないソフトシェルとロンティーと T シャツ3枚か、うん、実はね今日の動画ね、はい、あれなんですよその今日買いに来るっていう動画は表向きの動画でほんまの話はそのおすすめを全部買うっていう動画なんですよねあそうなんですかだから何回もおすすめですかって聞いてたんですよねああなるほどそういうことだったんですねでおすすめですって言われたらじゃあ買いますっていうことになっててだから僕に決定権なかったんですよあそうなんですか、はい、だからおすすめって言われたら全部言ってましたあ本当ですか、はい、
でジャケットとかも着てどうですかって言ったら、あでもちょっとちゃいますねって言われた時にホッとした時もあったし、そうです、実は裏企画でそんなやつなんですね。あなるほど、こちらが11点ですね。10万320円。はい、あすいません、ありがとうございます。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 ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。ありがとうございます。購入してきました。ということでね、おすすめしてもらったのを買うといくらになるのかということで、ちゃんと店員さんは似合ってないものは似合ってないと言うし、おすすめのものはおすすめって言ってくれるってことで、購入させていただきました。あのバギーズショーツじゃなくてバギーズロングは追加で購入したんであれなんですけど、まあ、合計で10万ぐらいか。10万ぐらい、ね、でもバギーズショーツはおすすめじゃないっていうか言ってないから、なんぼか分からんけど5万ぐらいかな。5万ぐらいかな、うん、いいものを買わせてもらったということで、ここで終わりにしたいなというふうに思います、はい、ではですね、また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ペコリ。